こんにちは。今回の動画は、前回の、コバの手入れに続いて、使用する道具を、変更して、コバを手入れしていこうと思います。コバを手入れしておくと、靴の仕上がりが、全く違って見えるので、ぜひ、チャレンジしてみてください。前回の動画を、まだ見ていないという方は、合わせてご覧ください。それでは早速やっていきましょう。今回、使用する靴は、こちらの、リーガルの、ストレートチップです。前回使用した、スコッチグレインのストレートチップは、レザーソールを使用していたので、コバの手入れに、靴クリームを使用していました。しかし、今回手入れを行う靴は、ラバーソールなのでクリームを、使用しても、ソールに浸透してくれません。なので、今回は、靴クリームを使用せずに、別の道具を使って、コバを仕上げていきます。今回、使用する道具は、こちらです。使用する道具は、ほとんど変わりません。一点だけ、靴クリームが、コバインキに変わっています。コバインキは、コバ専用の補色剤で、塗ると、綺麗に色が乗るだけではなく、綺麗な光沢を、出すことができます。その反面、一定期間使用すると、インクが剥がれてきて、見た目が悪くなるという、デメリットがあります。また、光沢が強く、ソール部分が目立てしまうので、使用しないという意見も、ちらほら聞きます。この辺は、好みの問題になるかと思いますので、一度試して、自分の合う方を、選んでください。コバインキを塗っていきます。コバをヤスリがけして、馬毛ブラシで、ブラッシングするまでの工程は、前回の動画と同じですので、そちらをご覧いただけたらと思います。コバインキを塗るときの注意点は、スポンジ部分に浸透したインクを、しっかりと落とすことです。スポンジに大量のインクが残っていると塗った時に液だれの原因になります。インクが無駄になるだけではなく乾燥した時に液だれの跡が残ってしまい見た目が悪くなってしまいます。容器の縁に押し付けたりこすったりして余分なインクをしっかりと落としましょう。スポンジを縁に押し付けた時に、インクが垂れてこなくなるくらいまで、落としていきます。続いて、インクを塗っていきます。塗る時のポイントとしては、極力、少ない回数で、塗ることです。何度も、塗り重ねていると、塗りムラができてしまったり、コバに気泡がついてしまいやすくなります。私は下手くそなので、何度も塗り重ねています。塗り重ねる場合には、塗りムラと気泡を作らないように注意して塗っていきましょう。また、コバインキはアッパー部分についてしまうと、落とすのが大変なので、心配な方は、マスキングしておきましょう。スエードなどについてしまうと、本当に悲惨です。また、塗ったコバの部分は、触れないように、注意しましょう。塗り終わったら、10分ほど乾燥させます。10分経過しました。コバを指で触ってみて、インクがつかなければ OK です。次にワックスを塗っていきます。前回と同様でベースは一層のみ作ります。より、艶のある仕上がりにしたい場合は、ベースの層を、
何層も重ねてください。完了です。最後に、水と練る生地を使って、磨いていきます。水は、磨く箇所に、2、3滴、垂らして磨いていきます。ワックスの曇りが取れるまで磨いていきましょう。塗っている途中で滑りが悪くなったと感じたり、曇りが取れない時は水を2、3滴追加して磨きます。完成です。コバに綺麗なツヤが復活しました。こちらが手入れ前のものです。前回塗ったコバインキが剥がれてしまっていて、見た目があまり良くないのがわかります。コバインキは塗った直後は綺麗なツヤが出るのですが、剥がれ落ちやすいので、定期的な手入れが必要になります。両足の比較です。右が手入れ後で、左が手入れ前です。ソールがかなりすり減ってきたので、そろそろ交換しないとですね。いかがでしたでしょうか。今回の動画ではコバインキを使用してコバのメンテナンスを行いました。コバインキはレザーソールにも使用することが可能ですので、気になった方はぜひチャレンジしてみてください。この動画が良かったら、励みになりますので、チャンネル登録をお願いします。以上、この動画が参考になれば、幸いです。それでは。